私が菅野保でございます。7月の29日月曜日、朝刊チェックの時間がやってまいりました。本日も朝刊全紙を15分でダッと斜め読みするという無謀な試みにチャレンジいたしますので、チャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。さて、今日は月曜日でありましてね、あまりいい新聞が面白くありません。まず一面だけ振り返っていきましょう。一面です。朝日、日米拡大抑止を強化が一面でね、毎日も同じです。在日米軍の話、2プラス2の話です。2プラス2の話で、読売だけは2プラス2が型で、安倍一二三が連覇したことが一面と。東京新聞は、深まる核依存とかっていう、これも2プラス2の話なんですが、スポーツは照ノ富士が優勝したということが載ってましたね。はい、日経はまあこれ大きな話なんで、これで、でも2プラス2の話はこっちに載ってるということで、今日はまあどこの新聞も2プラス2、日米の安全保障条約の上書きがメインになってきてるということでありますな。で、柔道で安倍一二三が金メダル取ったっちゅうのが、メインになってきてるわけですが、柔道どうでもよろしいというか、オリンピックはどうでもよろしい、そんなもん、伝える必要性さえ俺はないと思うので、オリンピックはどうでもよろしいが、このオリンピックはどうでもええと言いながらですよ、昨日は大相撲の千秋楽でもあったわけですが、でそれで誰が優勝したかっていうのを一面に持ってくるって、日本の国技の優勝が誰やったかって一面トップに持ってくるのは東京新聞だけやったわけですよ。読売新聞と産経新聞に問いたいんですけど、愛国って何かね。はい、朝日新聞でいきましょう。朝日新聞からいきましょう。日米拡大抑止を強化で、2プラス2で、何が行われたかというと、読売のこの言うて読売のこの図が一番分かりやすいですかね。読売の読売の3面にあったこの図なんですけど、今までその倒幕、日本の自衛隊の倒幕と、が連絡するのは、アメリカの、統合作戦本部議長です。ジョイントスタッフオブチーフやね、と連絡してたわけですので、在日米軍の話を、その話をしようと思うと、ハワイに司令部を、インド太平洋海軍の司令部に話をしに行かんといかんくて、8時間から9時間の時差があるんで、迅速な対応ができなかったということ。でそれ横須賀になるんやったっけな、横須賀に今度は米軍が統合軍司令官という、司令部を、新設して、そこ と、自衛隊側の統合作戦司令官が、連携調整を始めるということなんです。ただ、これで時差がなくなって迅速な対応が可能やねという話なんですが、ただこれはもう完全に自衛隊を米軍の指揮下に置く話でありまして、自民党政府が70年かけてやり遂げたことというのは何かというと、自衛隊の若い兵隊の地位を米軍に捧げるということをやりきったわけですな。自民党はどさくさに紛れて、アメリカ人の代わりに日本人が死んでこいという図式がこれで出来上がったわけです。これから、朝鮮半島で何があろうと、僕はその台湾海峡よりも38度線の方が緊迫度高いと思ってますんで、朝鮮半島で何が起ころうと、あるいはロシアが何をしようが、中国が何をしようが、アメリカがやらなあかん仕事を日本が代わりにやってこいと言われる時代がやってきたということであります。アメリカ人の血が流れることは許せないが、日本人が死ぬぐらいとは何とも思わへんから、お前らが死んでこいということを米軍から言われて、岸田政権ははい、わかりました
って言うたっていうのが昨日のイークラ交換で持たれた2プラス2の概要であります。で、さらに言うと昨日はこの司令部の話が、標則が合うという話し合いが持たれただけではなくですね、まあ、ちょっとこれ朝日はね、朝日は、パトリオットだって言ってるんですけど、朝日はパトリオットを共同生産するとここに書いてあるんですがね、ここに書いてあるんですが、朝日は4月の日米会談で合意したミサイルなどの共同生産をめぐっては地対空ミサイルパトリオットなどを示し生産能力の拡大のため、合計的な共同生産の機会を追求するとしてパトリオットをめぐって防衛省は昨年末に決めた自衛隊保有分の米軍の輸出について約30億円の契約を結んだと書いてあります。ですが読売は、ね、同じ話を、ねまあ、パトリオットじゃなくてパック3だって言ってるんですね。まあ同じ話じゃないかって言ってるんですが、まあここで表現が揃ってないのがすごく気になるんです。まあまあそれはまあ俺がオタクやから気になるだけの話で、まあ、パック3もパトリオットも同じ話じゃないと、まあ、同じ話なんですけどね、まあ、ちょっと気になりました。でこれは何をやってるかっていうとウクライナに向けてパトリオットを出さなあかんわけですよ。でウクライナにアメリカがええ格好して出す分 の, あのケツ拭いてくれって言われてるんです。自分とこの母屋の帳尻が合わへんようになったから愛人に金出せ言うてるようなもんですね。最低やと思います、アメリカのやってることは。これ結局日本がアメリカを助けてるんちゃうんです。間接的にウクライナに武器輸出してるんです。こんな大切なことは一回も国会に諮られずに決まってるんですね。でしかも決まった内容というのはこれ30億でこの金はあのアメリカにミサイル渡す言ってますけど、その金儲かるわけでもなく、こんなも大赤字ですよ。たかだか30億の金でパトリオット出すなんてね。でそれは一回も国会に上がってない。でしかも一回も国会に上がってないのはこんなことをやってアメリカの戦争の肩代わりをしてあげるというよりも下請けをする、汚れ仕事だけをする、要は日本人は死ぬ係、命令を出す係はアメリカというような図式を作られてしまってるわけです。でこの間これに関する国会の議論というのは一切なかったわけでありますな。もう自民党が70年間虎視眈々と狙ってた国家を売却する、日本の統治を放棄するということが、まあこれで完成になったということでありましょう。はい、まあ日本という情けない国の話はさておき、ちょっと気になる話があったんで朝日新聞でこの話を押さえておきましょう。よいしょ、まあ情けないわね、情けないわね。はい、写真がついてませんが朝日でこれをあえてやっておきます。よいしょ、ゴラン高原攻撃12人死亡ということでヒズボラが関与してしてますけども、何者かが、ゴラン高原を攻撃したようです。でイスラエル側で民間人を含む12人の死亡が、確認されて、イスラエルはヒズボラに対して、ヒズボラは関与してるしてますけども、ヒズボラに対して報復攻撃をするということを、指し示しています。ね、今日はね新聞で大の大人が議論すべき話ってこれぐらいしかないです。新聞に載ってる話題の中でね、まああるとしたら強いて言うとこんなもんかな。日経新聞の一面の三菱自動車とホンダと日産が合流する、結局何かやってると、イーロン・マスクの、テスラと、中国のバイドゥでしたっけ、の EV に勝てないから中国で車売れないんですよね。中国で車売ろうと思ったら、競技がガソリン車なんか売れませんから、なんとかして EV 売りたいわけですが、売れないんですよね。テスラが180万台、バイドゥが157万台売ってる時に、日産が14万台とか、そんな世界なんですよ。これなんとかせなあかんなということで、まあ三菱自動車とホンダと日産が合流するということで、国内の自動車メーカーはトヨタ連合とホンダ日産連合の2つに分かれていくということで、まあ、これは大きな話で、まあ、どうもがいても、もう無理でしょうけどね。
もう自動車産業も終わるんでしょうよ。はい、もう情けなくてしゃあないですね。であとまあ今日新聞でもし買わなあかんねたら日経新聞です。面白いなと思った日経新聞のこの17面に載ってたオプエドですけども、17面に駒澤大学の田中総一郎さんが書いてらっしゃるこれですね。最低賃金を住宅対策の軸にしろというこの論説は面白かったです。まあ、大の大人が時間と金を割いて読むとするとするんであれば、あの日経新聞のこの論説しか2024年7月29日月曜日の新聞ではないかなと思います。はい、いやほんまにそんなところなんです。一方で新聞に載ってないんですけどね、先週の、木曜日、金曜日、土曜日、そして日曜日でも一部、東北地方を大雨が襲いました。あまり報道されていませんが、秋田、山形両県では甚大なる被害が出ています。この甚大なる被害はちょっと半端ない被害だと思います。水害は目立ちませんが、インパクトそのものは、地震に匹敵するような、被害が生まれています。人が死んだのは少ないかも分かりませんが、経済的損害、とりわけ農産物に対する損害が、激しいです。で古くは伊勢湾台風、ジェーン台風、室戸台風をはじめ、7月、8月、9月というのは水害のシーズンです。でこれが明けて9月、10月になると農作物の被害というのが分かるんです。でインフラの被害というのは分かるんです。でそれを対処しなければいけないからお金が必要だと。だから予算を作ろうとするためにやるのが臨時国会です。今年の臨時国会は、自民党の総裁選挙があるためになかなか開催されないと思います。先ほど自民党は米軍に自衛隊の地を売り飛ばしたという話をしましたが、多分自民党政府は、秋田山形で、大規模な水害が発生して農作物を中心に甚大な被害が発生しているにもかかわらず臨時国会を開こうとしないと思います。なんならば臨時国会開いたら冒頭で解散して選挙をしようとすると思います。いかに自民党が日本になど興味がない売国政党であるかということはこの事実を見るだけでも明らかだと思いますね。一刻も早くあの政権を打倒しなければならないと思います。その話はまた後でするとして、月曜日の恒例でございまして読売新聞の下段と廃段を、読んでおきたいと思います。下段と廃段です。下段と廃段9面やったっけな、早かったよね今年はね、今年やった、はい、9面です。田原町さんの線で面白い歌がありました。運動を経ずに脂肪を電力にする魔法なる本を書き出し、いやほんまそうですな俺もその本読みたいわ。はい、あとねあらジンときたのはこれ歌でしたね。黒瀬さん線のやつです。餌さえあればまず威嚇する、地域猫この子のありがとうかもしれず。餌さえあればまず威嚇する地域猫この子のありがとうかもしれず。いい句ですね、いい歌ですね。はい、あと、まあ、こんなん言うてるからお前ら一生あかんのんじゃっていう歌も一個ありました。都知事選のポスターを眺めると見延候補にと叫んだ青春がよみがえる、そんなこと言うてるからお前ら気持ち悪がられんねん。はい、で、空の方です、俳句の方です。いかにも俳句らしい俳句が1個ありましたのでご紹介しておきましょう。高野睦夫さん線の句でありまして、九頭竜川の色そのままの鮎を食う、九頭竜川の色そのままの鮎を食う、これはいい句ですね。もう鮎の匂いがするいい句ですね。まあ九頭竜川の色そのまま楽しもうとすると塩焼きでも何でもなく背越しですかね、やっぱりね。はい、で時間をたっぷりとって、俳壇を紹介しようと思ったのこれ10年に一つの傑作なんじゃないかなと思う句が載ってましてね、これは俳句という文学、日本が生んだ素晴らしい文学の美しさを端的に表す句だなと思います。病身を持たぬ日時計日の盛り、
秒針を持たぬ日時計日の盛り。いやースパッとした句ですね。すごい、この句はすごい。新聞の配談に載る俳句ではな、素人の作ったもんとは思えないぐらい素晴らしいです。いや、こんな俳句を作れる人が市井にいるっていうのは素晴らしいですね。とこのように市井の生活は素晴らしいんですが、上にある政府は自衛隊の地位を米国に売り飛ばし、東北6県で相次いで発生している水害を背に向けて権力闘争に明け暮れ、農作物の被害に対してなど、気を配ることさえない売国政権が自民党政権であるということであります。この自民党政権を一刻も早く打倒し、リベラルとコミュニストの緩やかな連携による人民戦線政府を早く樹立することこそが、この国の混迷を抜け出す唯一の方法であるということを本日も申し上げて、本日の15分動画といたします。また明日お会いしましょう。さようなら。